デビューはおそらく1992年でしょうか。余談ですけど当時のヒットソング聞き覚えある方いらっしゃいますか。ご覧ください、創業は平成初期ですけれども昭和の雰囲気も残るこの喫茶店、最高でございます。現在夕方、こういう時間はこれがよく出てますかね。どんなやつか。そうですね、午後からのこれお願いします。ホットコーヒーでお願いします。はいはい、メニューを見ていきましょう。ケーキだけで550円の時代にケーキセットが550円ってある。そしてですね、老舗の喫茶店には必ずあるキューピッドという飲み物、こちらにもございます。そして喫茶店といえばのカレー、ピラフ、焼きそばにホットケーキまでございます。そして定食の種類もご覧ください。はい、この午後セットの下にあるもうかき氷のメニュー、はい、夏にぴったりよ。そして忘れちゃならないのがこのおすすめ。こう見てください。このね、この600円です。これ。こんなことあります?ランチが600円。税込みです。はい、おまけになんですよ。ケーキセットって普通一つケーキがね、4、500円してもいいところをですね、セットで、ケーキのセットで550円というですね、ある、こんなこと。はい、おしぼりの昭和のおしぼり、ごく稀に見る激安店ではございませんか。こちらちょっと気になりますよね。はい、ほいでこの差し込む日差しね、最高よ。はい、そしてこの創業当初からのテーブルでございます。30年以上、そしてこの椅子も30年以上でございます。そしてこのね、長い椅子も30年以上ということで、超レトロな空間のウエストロードさんでございます。はい、今日浜さんが食べるメニューとは違うんですけどね、こちらのランチを見てください。ハンバーグにもうとんかつにですね、もういろんなメニューがですね、こちらの金額ですよ。さあご覧ください、600円、ありえます？おまけにこれありえます？はい、そしてウエストロードさん、朝来ても450円で食べれるというモーニング、そしてですね、2時からのこちらご覧ください、午後からしか食べれないモーニングみたいなメニューがあるんです。550円で。すげえボリュームですね。ありがとうございます。でもしかして名前午後セットじゃないですか。はい、で550円じゃないですか、はい、午後の午後ですか。まあそれもあります。それもあるんですね、はい、結構格安だと思うんですけど、この定食も。あ、そうですね、ちょっともうギリギリですよね。これびっくりしました、ちょっと本当に。またいらしてください。ええ、昼また食べに来ます。ありがとうございます。それではいただきます。はい、ご覧ください、この厚み、厚み清。はまい、はい、こちらのパスタサラダとお呼びすればよろしいでしょうか。お腹にガツンとたまりまして、午後の夕食前のおやつにちょうどいい感じでございます、うん、甘い。はい、先ほどもね話に少し出ておりましたけれども、こちらの午後セット税込みの550円でございます。2時からしか食べられないモーニングのような午後セット、お得で美味しいメニューをまた発見してしまいました。
はい、この日はですね、平日の夕方4時過ぎという時間帯なんですけれども、一仕事、畑仕事とかですかね、終えた方々が、休憩に入ってこられるという地域の憩いの場所になっております。いや、しかしウエストロードさん、このアイデアがいいですよね。夕方午後でもね、モーニングぐらいのものを食べたい方々もきっといらっしゃると思うので、と言いますか、モーニングぐらいのものをと言ったんですけれども、結構実はこれボリューミーなんです。厚みも結構ありますし、あのハムとかね、卵のサンドイッチなんですけれども、そのね、具の量もしっかり入れてくださってるので、結構ね、これ実はお腹いっぱいになるメニューです。はい、こちらのウエストロードさん、1992年の創業ですけれども、1992年といえばマリオカートが流行ったりですね、ストリートファイター2が流行ったり、ゲームもですね、非常に面白いものがたくさん出てきた時代でもあります。ハマさん、大抵スト2はダルシムかブランカなんよ。時々ガイル。はい、こちらがね、ハムのホットサンドなんですけれども、これ見てください、具の量がね、しっかり入れてくださってます。ダブルハマイ。はい、そしてですね、1992年金さん銀さん、覚えてらっしゃいますか。金さん銀さんが100歳を迎えたのもこの1992年でございます。金は100歳、銀も100歳。ハマイ。はい、そしてですね、月に代わってお仕置きを、美少女戦士セーラームーンが放送開始になったのもこの1992年ということで、なんか思い出深い年ですね、1992年。バナナ。はい、そしてこれを忘れちゃいけないんじゃないでしょうか。ずっとあなたが好きだった冬彦さんもこの1992年でございます。そしてあの尾崎豊さんが亡くなったのも1992年。玄関の上に1992って書いてたんですけど、これがやっぱ創業の、そうです、あ、31年ぐらいですね、平成入ってですね、そうです。100円の定食なんかもうそりゃ倉敷探してもなかなかないですから、そりゃ企業努力してるんです。何とかね、漫画も本当キチキチですよね。600円ですもん、だってコーヒーつけてもだって850円でしょ。そんなことってあるんでしょうか、本当に。だからね、うん、お客さんばっかりだったんですけど、いや、高い言われます。いや、それは言われない、ね、ないでしょ、うん。ありがとうございます。失礼します。はい、行ってきました、ウエストロードさんですね。いや、皆さん見ていただきました、あのランチの価格600円で、それ600円で定食が食べれるというね。ちょっとハマさんは今日は午後から食べれるモーニングみたいなやつね、ちょっとなかなかありそうでなさそうなメニューをね、食べさせていただいたんですけど、あれはあれでかなりボリューミーでした。卵サンドとハムサンドね、この夕方食べるにはちょうどいいかなという量でしたけれども、店内も非常に広くてですね、少しこうタバコの匂いがするかなといった感じなんですけども、すごく居心地がいいお店でしたね。ここはちょっとランチをまた食べに来るしかありません。それじゃあ皆さんも一回来てみてください、ウエストロードさん。じゃあみんな、またね。